十尾の人中力で果たして刹那の間も気を抜くな。よいな。分かっております。先鋒よくとも真数千獣頂上化物気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。俺は失敗のない世界その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せであるとは限らん。さあ行くぞ。人は考え悩み失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがある。さあ人は後悔しもう一度やり直しを望むだ。だがそれはできない。失敗は許されないのだ。この世界には。猿よ、おやつとは見えているものが違う。話は通じぬぞ。佐藤聖のおかげの拳がこれほど軽いものだったとは。ネザは得したよ。その程度だから失敗したのだ。消えろ。うわぁ当たらん。無心とわしら三人を相手に。こいつもう気づいているんじゃないか。この戦いが無駄なことに。うわぁ感じ間違いない。やつは俺が渦巻きになるとお前はまだ現実を見ない。リカトの力を手に入れた俺に勝てるはずもないだろう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。距離を
どんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。